おはようございます。今日はね、学校なんですけど、早く行かないといけないので、どうしようかな、15分20分ぐらいにします。トミーさん、続きありがとうございます。風呂敷さん、こんばんは、ありがとうございます。テンさん、鈴木ありがとうございます。トシマルさん、鈴木ありがとうございます。コマミルさん、鈴木ありがとうございます。ミーさん、鈴木ありがとうございます。ちょっと待って、あ、やっちょさん、かわいいさんぽ、ありがとうございます。あよいさん、鈴木ありがとうございます。トトイタロウさん、鈴木ありがとうございます。よいしょ。まあまあ、皆さんね、後ろ見て分かる通り自分ちじゃないので、そこの羽馬さん、鈴木ありがとうございます。あ、ふとせさん、団子ありがとうございます。同じ時間に出たら絶対遅刻します。遅刻はしやんけど多分ギリギリ。暮らしの始め、そうです、ほんまや、すごい、ありがとうございます。前髪長すぎて暑いな、ちょっと。めっちゃ虫泣いてる朝のいいって、暴れ、大暴れの口に、そう、今日いないの、家でどうしてるやろかね、また暴れてるかもしれんママは起きてないから余計好き放題してるかも。どうしよう。なるさん、鈴木ありがとうございます。麦も泣かないしね。じゃあ麦は今一緒に寝てる、絶対。あゆみが起き、あゆみが早くに起きひんから麦も起きひん。ママと一緒に、ちょっと待ってね、扇風機つけたい。あ、コンセントね。よいしょ、届くかこれ。よいしょ、これ涼しいはず。おお、やった。よいしょ。ん、ちかくさん、おはよう、出てきます。いってらっしゃい。頑張ってください。高松さん、鈴木ありがとうございます。少し良すぎた欲望の HKT のコンサートで知って好きになったけどね。このまま HKT って、何があるやろ、わからない。
何があるか分からへん。でも違うグループやったらよく AKB さん歌ったり、この前は パレはエメラルド歌ってはったり、 SK さん、あ、さやみの公演ではクロス歌ってますね。おー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 、行き過ぎた行き過ぎた、ここか。聞こえた、めっちゃ吐きしたもん。嘘、あ、危な、カーテンが暗いからね。今井さん、団子ありがとうございます、うん、あ、え、あ、確かにそうや、そうや、え、そっか、え、それ、そっか、何歌ってたっけと思ったけど、よいしょ、この前歌ってたね、 N さんかな、 N さんが歌ってた。そう、 N さんの新曲めっちゃ好き。インクスと加減付きみたいなやつ、それさ、ほんまに好き。なんか他の N さん、 M さんとか B2 さんはあの可愛い系じゃないですか。なのに N さんだけなんかダンス曲だったりかっこいい系なのが、さらに良き。40歳最高回だよ。へえ、あんま聞いたことないかもね。あやみはコンサートでやってたら聞いたことあるかな、わからへん。シェネリックスエヴァンツスリーって、あ、それはね聞いたことある、やってたね。それももともと知ってた。変なとこ行っちゃった、戻ってきた。上手いふりだね、ね、明るい、あれほんとすごい。待って、なんか入った、ちょっと待って、よし、うう、どこだろうこれ。生意気エプスね。でもいつやろうか、もう周年とか、ちゃ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 、さすがに卒コンとかではやらんし、クリスマスライブもなんかどうなるやるんやろうか、わからん。クリスマスライブでどんなやるんやろ、ほんまにコンサートなんかな、それかなんかパーティーみたいな感じなんかな。あみちゃんのアラームかけないの、え、アラームかけないんですよね。で、なんかアラームの音変更する方法わからんし、え、なんか好きな曲とかに変更する方法わからへんし、で、あのアラームかけないし、かける、なんかかけるときはさ、居眠りするとき、居眠りってなんかお昼寝とかするときも
あの近くに置いて音じゃないんですよね、振動で鳴るようになってるんですよ。だからちょっと5分寝たいなって時は体の上に置いてその振動で起きるようにしてます。わ、達人屋さん、バラありがとうございます。みかんゼリーさん、断崖でございますけど夢に見ただけで、うえしょん、あ、みんな今日夢何見たか忘れた。何だっけ、分からん。遠野さん、鈴木ありがとうございます。しょうまさん、鈴木ありがとうございます。あ、朝から美味しいに見えた。びっくりびっくり。サンタに何着くんですか。確かに研究生はサンタっぽいものかもしれん。朝目覚ましただけ、朝目覚ましただけですよ。で、なんかそう帰ってきて、学校から帰ってきてなんか疲れたなと思った時とか、あとは休みの日のお昼寝の時とかはもう振動ですね。うーってなってる。なんか音鳴るの止めるのめんどくさいじゃないですか。しかも携帯って寝返りとか言ってたらいつの間にか消えてるから、それを止めるの時間かかって、音ずっと鳴ってていやーってなるんですけど、そう、雨の朝の目覚ましだけ真横に置いてるからね、すぐピンって止めれるんですよ。ピンっていうか、なんかジリリ系やから、その動いてるとこを止め、なんか押さえたら動かなくなるんで、そうしてるんですけど、携帯って見つかるまで止められへんから振動にしてる。スーさん、鈴木ありがとうございます。どうこう向いてんの、あ、こっちにしよう、あ、こっちの方がよかった。いてて、得意ですけどね。でも言うてね、そんな変わらないですよ。だからちょっとベッド置いたらすぐピッて止めれる。あれ、うるさいからほんとやだ。怖いのよ。えってたた。よしちさん、鈴木ありがとうございます。もう長め長い分けよう、今分ける邪魔。うん、さコンサートの時はさ、時間なさすぎてさ無理やし、しばらく公演あるか分からへんからさ、いつ来てもらえるか分からないよ。公園ある日でも来てくれる人おるか分からんし。うん、15分経った。としぼさん、さすきありがとうございます。よし、では15分経ったので、ちょっとあみちゃんここぐらいで終わらないとさすがに学校が遅くなるので。ではありがとうございました。誕生日見ましょうか。いきます。13位とのうさん、ありがとうございます。12位いこみるさん、ありがとうございます。11位めいさん、ありがとうございます。10位としまるさん、ありがとうございます。9位とみーさん、ありがとうございます。8位あやいさん、ありがとうございます。7位ふろしきさん、ありがとうございます。6位しょうまさん、ありがとうございます。
5位スーさんありがとうございます。4位タスニーヤさんありがとうございます。3位ヨークありがとうございます。2位タカマさんありがとうございます。そして1位はナルさんでした。今日は何曜日か水曜日か。では今から朝ごはんを温めて着替えて身だしなみを整えて学校に行って勉強して帰ってまた勉強して、ああもう勉強しない、やばい今回の中間やばい、ああやばいねやばいね本当に。はい、朝ならねまだ配信できるんですけど、夕方なんて勉強三昧なんですよ。もうやばい。だからテスト終わった瞬間遊ぶ。やばい本当に。待って今日、あ、ちゃう、今日じゃない今日じゃない。ではありがとうございました。勉強頑張ってきます。ほんまに今回やばいんですよね。ではではありがとうございました。朝もお仕事とか学校頑張ってください。ではありがとうございました。バイバイ。